音楽の日2024でのスノーマンとナンバーアンダーライン愛共演、中井雅宏の配慮が絶賛される理由、スノーマンとナンバーアンダーライン愛の衝撃共演、中井雅宏の気遣いが光る「音楽の日2024」、中井雅宏が司会を務めた「音楽の日2024」において、スノーマンとナンバーアンダーライン愛の共演が話題となりました。多くのファンからは 中井の気遣いが称賛される一方でこの共演自体が引き起こした論争に対しては異なる見解を持つ人々も存在しますまず中井の対応に対する評価は確かに高いものであり彼の長年の経験とプロフェッショナリズムが光る瞬間でもありましたしかし彼の信仰や気遣いがあったとしてもこの共演自体が抱える問題を無視することはできませんスノーマンとナンバーアンダーラインアイは 元ジャニーズという共通点を持つものの、その経緯や背景は異なります。特にスノーマンは、ジャニーズ事務所からスタートエンターテインメントに移籍したことで、事務所との間に複雑な感情が生まれました。ファンの中には、裏切りと感じる人も多く、こうした感情が彼らの共演に対する否定的な意見を引き起こしています。一方、ナンバーアンダーラインアイはキングプリンスを脱退し、トベに移籍したことで、 ジャニーズファンからの反感を買うこともありました特に彼らの脱退がジャニーズ事務所の方針に対する抗議と受け取られることが多くこれがファンの間でさらなる対立を生む要因となっていますこのような背景を考慮するとスノーマンとナンバーアンダーラインアイの共演はただのエンターテインメントとして受け入れられるものではなく多くのファンにとって感情的な負担を強いる結果となっています 中井の気遣いがどれほど優れていたとしても、この根本的な問題を解決することはできません。さらに、中井がナンバーアンダーラインアイに対して MV も当然見てますとコメントし、ライブツアーの宣伝を行ったことに対しても賛否が分かれています。一部のファンからは、気配りが素晴らしいと称賛される一方で、他のファンからは、過剰な配慮と感じる声もあります。これは、 中井の行動がスノーマンのファンに対して不公平感を与える可能性があるためですまたスノーマンとナンバーアンダーラインアイの共演が視聴率や話題性を狙ったものであるという見方もありますエンターテインメント業界において話題性を重視するあまりアーティストやファンの感情を軽視することは避けるべきです中井の視界がいかに素晴らしいものであってもこうした根本的な問題を解決するためには より慎重なアプローチが求められますこの問題を解決するためにはいくつかの提案がありますまずエンターテインメント業界全体がアーティストやファンの感情に対してもっと敏感であるべきです特にジャニーズ事務所からの移籍に関する問題やそれに伴うファンの感情を軽視してはなりませんファンの声をもっと積極的に取り入れ彼らの意見や感情を尊重することが重要です また、番組制作側も、ただ話題性を追求するのではなく、アーティストの背景やファンの感情を考慮した上で、共演や出演の決定を行うべきです。視聴率を上げるために意図的に対立を煽るような演出は避けるべきであり、より調和の取れた共演を目指すべきです。これは、アーティスト自身の精神的健康にも寄与しますし、ファンの間での不必要な対立を避けるためにも重要です。 さらにアーティスト自身もこうした問題に対して声を上げることが求められます彼らの立場から見た意見や感情を公にすることでファンや業界に対して重要なメッセージを発信することができますこれはファンとの絆を深めるためにも有効であり長期的にはアーティスト自身のキャリアにもプラスとなるでしょうまた教育や啓発活動も重要ですファンや視聴者が アーティストの背景や業界の構造についてより深く理解することで、無用な対立や誤解を避けることができます。メディアや SNS を通じて、こうした情報を積極的に発信することが求められます。これにより、より健全なファンダム文化が育まれるでしょう。中井正宏のような経験豊富な司会者は、こうした問題に対して重要な役割を果たすことができます。彼のような存在が、 アーティストやファンの感情に寄り添い、公平かつ丁寧に進行を行うことで、番組全体の質を高めることができます。しかし、そのためには、彼自身が業界全体の問題に対してもっと積極的に発言し、行動することが求められます。彼の影響力を最大限に活用することで、業界全体がより良い方向へと進むことが期待されます。さらに、 音楽の日2024のような大型音楽特番が持つ影響力を考えるとこのような番組がアーティストやファンのためにより良い環境を提供することが求められます例えば特定のアーティスト間の対立を煽るのではなく彼らの共演を通じて新たな創造性や協力の機会を生み出すことができますこれにより視聴者に対してもポジティブなメッセージを発信することができるでしょう結論として スノーマンとナンバーアンダーライン愛の共演が引き起こした論争は、エンターテインメント業界が抱える深刻な問題を浮き彫りにしました。中井正宏のような司会者の気遣いが称賛される一方で、根本的な問題に対する対応が求められます。アーティストやファンの感情を尊重し、業界全体がより調和の取れた方向へと進むためには、より多くの理解と配慮が必要です。ファン、アーティスト、 そして番組制作側が一体となって、この問題に取り組むことで、エンターテインメント業界がより良い未来へと進むことを期待します。この問題を乗り越えるためには、コミュニケーションが鍵となります。ファン同士、アーティスト同士、そしてアーティストとファンとの間でのオープンな対話が重要です。意見の違いや誤解を解消するためには、積極的に話し合いの場を設け、 互いの意見や感情を尊重し合うことが必要です SNS やオンラインコミュニティを活用して建設的な議論を促進することでより健全なファンダム文化が育まれるでしょうまたメディアの役割も重要ですメディアはただセンセーショナルな報道をするのではなくアーティストやファンの視点を尊重した公正な報道を行うべきです誤解や偏見を助長することなく 事実に基づいた報道を行うことで視聴者や読者が正しい情報を得ることができますこのようにしてエンターテインメント業界全体が一体となって問題に取り組むことでより健全で創造的な環境が築かれることを期待します SnowMan やンアイのようなアーティストがその才能を最大限に発揮しファンと共に素晴らしい時間を共有できるような未来を目指しましょう 音楽は人々ををつなぐ力を持っています対立や誤解を乗り越え音楽を通じて新たな絆を築くことができるはずですファンやアーティストが一体となって音楽の持つ力を信じ共に歩んでいくことができればエンターテインメント業界はさらに素晴らしい未来を迎えることでしょう最終的に「音楽の日2024」における中井雅宏の信仰や気遣いは確かに評価に値しますが スノーマンとナンバーアンダーライン愛の共演が引き起こす感情的な問題や視聴者やファンの複雑な感情を無視することはできません。エンターテインメント業界が抱えるこうした問題に対してより深い理解と配慮が必要です。